はい、皆さんこんにちは。ハミツアップの小宮元年です。今回ですね、実はスパイシーソフトさんの、チャリソー 3D とあと三与さんの海物語をコラボレーションするということで、はい、そうですね、先ほど週刊ハミツ編集部で取材をしてきまして、はい、まあ、こちらに、まあ、王様たと横に、はい、デデオさんという、はい、週刊ファミツのサムコと、はい、ミスターサムコとデデオです。初めて聞いたの、そんな。待って、違う、今思いついたんでアップ読者にあんまり馴染みがないですけど、デデオさんが来て、あんまりないですけどね。でさらに、今回7代目ミスマリンのお三方、はい、よろしくお願いします。いただけると、はい、はい、7代目ミスマリンちゃんの高島果歩です。よろしくお願いします。はい、同じく7代目ミスマリンちゃんのあかねです。よろしくお願いします。はい、同じく7代目ミスマリンちゃんの栗崎ひろこです。よろしくお願いします。で実は先ほどなんか週刊ファミ通の取材の時にいろいろプレゼントをなんかいただけるってお話があったんですけれども、なんかアップ編集部にはなんかない、なんか自分たちだけずるいな、まあね、僕らの方でいただいて、いやいやいや、わしらも欲しいわ。欲しいですよね。ニヤニヤしてる。だから今回ちょっとね、はい、せっかくなんでゲームで対決して、僕ら勝ったら、はいはい、プレゼントね、欲しい欲しい欲しい、ちょっと、ね、追加でもらっちゃおうかな。どうですか皆さん、今回対決。いや、私たちちょっと負ける自信あれない、ね、なちょっとかなり強気な姿勢やり込んできましたから、チャリソーこの日のために。いやいやいや、こちらゲームメディアだと思います。だって、ね、1人ずつ対決をして、はい、まあ、最終的な勝ち数の多い方が勝利ですよね。そんな感じよろしいですか、皆さん。はい、お願いします。お願いします。では早速、じゃあゲーム準備入っちゃいましょう。はい、はい、というわけでゲーム画面が出てきました。はい、実はですね、今回のコラボ、なんか特別なキャンペーンもやられているということで、はい、ちょっと王様説明の方をお願いします。よし、このコラボ説明を押してキャンペーンかな、キャンペーン、はい、これ出てきました。あれ、このキャラクター、これサムじゃない？あれサム、あれなんか全然色白いですね。似てもね、全然つかない感じ。メガネが文化景観を出すゲームをプレイした後、画面のこのツイッターアイコンからツイートしてくださいとか、はい、キャンペーン詳細ツイートすると、おお、クジラッキー、クジラッキー、クジラッキーだ、はい、クジラッキーだよ、クジラッキー出てきたよ、出てきたよ、10万分のすごい JTB 旅行券が、おお、すごい、抽選で3名、すごい、すごいなこれ。みんなで旅行に行きたいっていう人なんで、ぜひツイッターキャンペーンもやっていただきたいです。うん、いいね。あ、なるほど。王様は誰と旅行行きますか、当たったら。当たったらどうしよう、サム行く？いいよ、サムと一緒に。いや、日焼けし、なんか間違い起こった。なんで出れるの？一緒に日焼けしようじゃない？一緒に日焼けしないとな。やだよね。やだ、やだ、やだじゃないじゃん。皆さんも旅行とか、 なんか行きたい場所ありますか？行きたいですよ。南国行きたい。海やビーチとか行きたい。沖縄とか行きたいね。沖縄いいな。そのミスマリンですかね。やっぱその水着の似合う場所というか、海辺とか、海辺行きたいです。行きたい。さあ、そういうことでこんな感じのキャンペーンが行われているということで、はい、見てる視聴者の皆さんは、ダウンロードしてツイートして、JTB旅行券一緒にください。じゃあ早速対決を、はい、やりますか。やるか。やりましょう、やりましょう。ああ、そうですね。どちらが先に。じゃあじゃんけん。じゃあ王様、王様、はい、王様と最初はグーじゃんけん、ほい、よーい。先攻はどっちしますか。どっちが言うとはないないっすね。様子を見るために高校の方がいいかな。じゃあわしらのチーム、わしらの高校で、わしらの前って、僕ら1番って王様からの、じゃあ僕2番でいきますよ。鳥はサムで、鳥はサムで、どうするどうしよう。でもさ、マリンちゃん軍団弱い人がいた方がいいよね。うんうん、私たちの一番強いのが多分カモちゃんだね。じゃあひろこさんから言った方がいいですか。そうだね、ひろこちゃんから。頑張って。あ、じゃあ、あ、そっか、一番さっきスコアの相談したんですよ。あ、もうスコアの相談、スコアの相談ってのは結果を、僕らも触ってないのに、僕なんで初めてですよ。あ、そうなんですか。で、スタートしていいですか。じゃあ、はい、一発目、じゃあひろこさん、はい、栗崎ひろこちゃん、ひろこいきます、お願いします。はい、ス
スタート頑張って。あー、ドキドキする。え、もう始まってる、始まってるよ、始まってるよ。ちょっと頑張って、ちょっと飛んでよ、ちょっと待って。ポンポンポン。去年階段はそのまま登れるんですけど、落とし穴みたいなの落ちなくて、落とし穴は、うん、しかもこれそのコラボバージョンということで途中でクジャッキーが出てくる。おお、出てくると何かが頑張れ頑張れ。うまい、うまくない？上手上手、うまい、順調順調。へえ、いけるいける、怖い。本当に一番減る。行きましたね。すっごい。で、海モードですよ、海モード。スコアが1800。結構いけるからね。1883。え、1083じゃない？あ、1083。みんな目悪い。みんな目悪い。1083ですね。あ、でも1000超えた。わあ、すごい。すごいな。すごい。王様ない。これなんか意外とプレッシャーじゃない？あ、やった。頑張れ。あ、頑張んないで。さっきが。どっちなんじゃ。間違えちゃった。よしよしよし。僕はプレゼント。柔らかにお願いしますよ。王様出たら馬乗るからさ、いつも。チャリンコとは乗らないんで。そんなお上品なんですか？言い訳言い訳。あ、早速始まる。これね、下手にジャンプしない方がいいんじゃないかな。そうそう、冷静にコツを押さえてる。私もジャンプが階段のところは普通に登れるんですよね。こういう壁がちょっと難しいんですね。登りの階段だと先がね、見づらいから。おー、マジか。なんだ今の。この丸、これ惜しかったよ。この丸、これこれ。実はやりがちって書いてあるからな。やったまたしれっとうちら勝つ予定だったのに。残念ですね。もう運も実力のうちですからね。この変なボタンがあるから危ない。落とし穴。これね、避けときましょうね。避けた、上の方上の方へね。やばい、でもまあやられてしもうた。やった。先方はマリンちゃんチーム勝利ですけど、まだわかんないです。そう、まだわかんない。これ意外にドキドキするんですよね。あかねちゃん勝たなきゃいけないよ。そこは重要だよ。あかねさんですね。続いてね。いや、頑張ります。俺もいい失敗戦しちゃう。スタートしますよ。スタートお願いします。はい、始まった。赤井さんの挑戦です。これで負けたら僕ら後ないですから。怖いんだよな、もう。まあでも、おー、今危なかった。そう、2回タップすると2段ジャンプ。2回タップすると、あ、早っ早っ。マリンちゃんだ。マリンちゃんだ、かわいい。怖いよ、顔が真剣な感じになっちゃう。めっちゃ頑張ってこいで。油断しちゃって。やばい、結構難しいね。おー、すごいすごい、やばい、かわいい感じ。あ、あと6。あ、終わっちゃう、終わっちゃう。左がマリンちゃん、思いっきり聞こえてる。集中して、集中して。いいよ、いいよ。え、ちょっとすごくない？いや、すごい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 。すげえ。怖いよ、怖いよ。やばい、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 すげえ。ちょっとこれやばいんじゃない？終わんないよ。私超やり込んできたんで。やべえ、やり込みしようかな。ちょっと舐めてもらったら困る。頑張り、そのまま終わっちゃう。え、何、5、4、3、終わっちゃう。また見事終わっちゃうけど、でも全然継続中ですか？俺もう2500。2500いきましたよ。え、あー、今油断しちゃったな。記録は油断した。一回ポチッと押して。やばい、やばい。見ました。700。桁が違った。イエーイ。もう私たちほぼ確定。いや、ここはちょっと。これ大丈夫。小宮さん、いけます。小宮さん負けたらもうね、もうダメです。手が濡れてる。落ち着け。落ちてしまえ。次。落ちてしまえ。魚群に感動を。小宮さん。よし、頑張れ。魚群もやっぱね、感動するいいですよね。期待値アップみたいね。そんなこといいか、応援するんじゃん。緊張してる。これ意外にやる方結構緊張する。緊張します。冷静にな、冷静に。結構ね、登りが怖いんだよね。そうなんですよね。気づいたら落とし穴が。そう、気づいたらね、落とす。これ 3D だから分からないんだよ。分かんない。脱線した。階段まだ続いてるなと思って。あれですか、加減してます、もしかして。結構今真面目にやってましたもんね。真面目にやってた。これやめ、負けちゃって。負けてやるかみたいな気持ちはね、ちょっといりませんから。ちょっとこれ最後、ちょっと泣きの一回は土下座で。土下座までやる。まあ
デビュー戦勝っても僕らどうしようもないですよ。3回戦でもね、あの3回戦目って 3点でしょ。3、3ポイント、3ポイント、3ポイント。なんでいきなりそれを今2対0ですもんね。そう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 。じゃあ向こうが勝ったら3対2で負けちゃうってことですね。お、すごい物分かりがいいの。物分かりがいいの。ダメだよ。じゃあ、はい、もうね、勝つしかないですね、これは。でも一番実力者が最後出ますから。そうですよ、初めてとか言っとく。大丈夫か。高嶋ちゃん、高嶋ちゃん、ちょっと予想がやった。真剣にやっていいですか。どうぞ。真剣にやるのか。はい、真剣に。すごい、もう体勢がね、いきますよ。体勢を支えてるから。前かがみ。はい、スタート。頑張れ。ハクション。やめて。そういうのいらない。でもかおちゃん真面目だから、さっきも楽屋でずっとやってましたから。そうそう、ずっと練習してましたから。これ爆音でやってましたよ。ごめんね。みんながメイク中邪魔してた。実況もなんか上の方にね、書いたのね。うん、あれ3文字。お、びっくりした。あ、やばい、危ない。常に飛んでた方がいいから、割と飽きたよ、口が利き。モード、もう2人抜かれてる。大丈夫、海モード見てないからな。見てない。確かにそっち出てないですよね。やばい、これやばい。あー、後ろにワリンちゃんに追われた。ワリンちゃん、ワリンちゃん出てきた。あ、ジュゴン、ジュゴンあった今。ジュゴン来たから継続だ。ワリンちゃんもね、可愛いんだよね。ワリンちゃん可愛い、セクシー、お姉さん系ですね。チャリン乗り方がすごいハイレベルですね。すごいかっこいい。あ、またジュゴン来た。海モードじゃないじゃん。すごい上手。なんか海モードだったらちょっと簡単になるんですよね。上手すぎない。もうさすがは海モードはだってあのスピードが速いんですよね。だからこんなスピードが出る。おお、すごい来てる。来てる。私今最高記録出てます、自身の。あ、だってこれ3000いきそうなんですか。まさかこの奇跡の1回が来ちゃってる。あー、3000いったよ。こんなに強いタイプだな。強すぎるよ。あ、戻っちゃった。でもこれすごくない？いや、もう僕ら勝ち目ないっすね。いや、いやいやいや、デデオ、デデオはすごいぞ。あ、来た。赤いやつ。やばい、しかもめっちゃ抜かれてる。前にいる。前にいるとどうなの？あ、でも、まだだ。え、あ、ワリンちゃんが前に。おお、早早早早。ワリンちゃんのジャンプ力。すげえ。うまい。うまい。すごい。早すぎて、なんか。見えない、わかんない。4500超えたよ。すごい。すげえ。さすがやな。なんでこれ。リーダー。故障じゃないの？故障だかな。十五。さらにケイディンスが。やばいね。やばいっすよこれ。いい感じ。いい感じだよカオちゃん。また十五。また十五拾わない。拾わなかったよ。あおちゃん。すごい。すごい。5500。特攻隊長、特攻隊長、サムさん、6000いきましょう。キャリを極めし者よ。週刊ファミ通のミスターサムですよ。ミスターサム、楽しみ。いやもうすごい、走ってて気持ちよかったですね。キャリを極めし者よって出ちゃった。ありがとうございます。すごいな。すごすぎだ。すごい。いっちゃうよ、これね、スタート、セカンド、始まる。2回押したら、2段目。ミスターサム、大丈夫。やだ、ルール知らないんですか。そっから、そっから、頑張って頑張って挑もうとしている。6000いこう。これは飛ばないとね。そう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 、細かく細かく。よし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 。絶対さっきルール聞いてたけど、冷静に絶対やったことある。いいぞ、いい感じだぞ。あ、来た来た来た。なんでやってんだ、それ取り込んだな。なんだ、見どころ、見どころが。何をやってるじゃん。なんで避けちゃったの。あ、来た、マリンちゃん、かわいい。マリンちゃんだよ。敵だと思ってなんでビビっちゃう、ビビっちゃう。もうね、応援しちゃうんだ、敵なのに。あー、イエーイ、やったイエーイ。どうしたんだって。合同チームね、一番確かに情けなすぎる。さっきのスコア見ちゃうと、もうなんかもうみんなしょぼくて。いやいやいや、マリーちゃんコラボだからね、負けられない。まさかのね、三立てグラドル、三立て。いや、ちょっとね、これ、あれじゃないですか。これもらえないってこと。土下座じゃないですか。土下座は、土下座。皆さんまた PR をね、ぜひしていただきたいんですけど、プレゼントも欲しいんですよ、僕ら。だから、土下座をさせてくださいっていう、
奇妙なお願い。奇妙なお願い。いいよね。サムからの。土下座。かわいそうだしね。サムから。人形を組んでちょっと。そうじゃない。いいですよ。カメラさんこっちでちょっと土下座するんで。私たちはね PR ができれば、うん、それでいいから。なかなかないぞ、この大の大人が土下座するし。一人上半身裸だから。サムサム。じゃあ行っちゃいますか。行きましょう。ではでは、プレゼントをください。皆さんお願いします。しかないね、しかしますか、いいんじゃないですか。じゃあ、はい、やったー、よっしゃー、大人。はい、またリベンジしてください。リベンジ機会があるプレゼントいただけるということで、はい、じゃあ最後ですね、お三方から告知といいますか、今回のコラボについてね、はい、PR をお願いします。はい、まあ、海といえばそうです、海モード、うん、やっぱり私たちのね、うん、機械大でも海物語でもすごい人気なね、うん、モードになっているので、もそれと、はい、チャリソーのコラボということで、うん、まあ、いつもも楽しいですけど、それ以上に楽しんでいただけるんじゃないかなと、うん、バージョンアップして、あとね、マリーちゃんが自転車乗ってるところなんて見れないよ、うん、なかなか可愛いの見れないですよ。めっちゃ頑張って声出る、うん、ね、魚群だったりクジラッキーとかも出てますので、ジュゴンとかもね、レアキャラで出たりするし、うん、はい、いろいろ楽しんでいただいてし、うん、ね、もっといつもより楽しめる、うん、はい、ぜひ皆さん遊んでください。遊んでください。ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、なんかプレゼントは、プレゼントがもう、はい、もう手元にあるということで、おはい、こちら3人のチェキ、おーすごい、サイン入れです。海物語のコラボ、ビーチサンダルですね。夏にはね、使えます、絶対使えますので、すごい可愛い、カラフルで可愛いんですよ。ぜひ皆さん履いてください、履いてください、ビーチに行ってください。というわけで、じゃあ読者プレゼントを、はい、読者の皆さんにプレゼントしますので、ぜひぜひなんか応募の方、多分記事内に、はい、その応募フォームありますので応募してください、はい、ではでは今回はこちら以上となります、はい、皆さんぜひチャリソー 3D の海物語コラボ遊んでみてください、はい、バイバーイ、バイバーイ。サムポーズだらしね